みんな船で待ってる。おい、どうした？レイリー！一応様子を見に来たが、問題なさそうだな。ああ、レイリー、2年間本当にいろいろありがとう。改まる柄じゃない。早く行け。レイリー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。お姿を見ていると私胸が躍ります。骸骨だから胸ないんですけど。やっぱ面白いなお前。ああ、そういえばルフィさんも悪魔の実を。ああ、ゴムゴムの実だ。ゴムだから伸びるんだ。ゴムで伸びるってだけじゃ戦闘向きに聞こえねえが。海賊になるために鍛えたからな。ところでサンジどこ行った？肉が足りねえのに。俺ももっと強くなりてえぞ。ルフィ、どうやって鍛えたんだ？きっと私たちにはできない鍛え方よ。あお、そらつまり変態ってことか？ルフィ変態なのか？だがイーストブルーにいた頃より格段に強くなってんじゃねえか？そうよね、変な技も増えたし。お前らだって強くなったじゃねえか。それよりサンジどこだ？まあ、ナミが強くなったのは俺が作った武器によるところが大きいわけだが。しっしっし、ナミはバギーの下っ端にも勝てなかったもんな。うっさいわね。昔の話じゃない。そんなか弱いナミさんも素敵だ。あ、サンジ肉おかわり。時は大海賊時代。伝説の海賊王ゴールドロジャーが残したワンピースをめぐり、多くの海賊たちが己の誇りをかけて戦っていた。その戦いに身を投じた一人の少年がいた。少年の名はモンキー・D・ルフィ。悪魔の実を食べ、ゴムゴムの実の能力を得たルフィは海賊王になるという大望を胸に故郷の村を旅立った。最初に訪れた町で剣豪、海賊狩りのゾロを仲間に加えると、二人は海図もないままグランドラインを目指して航海を続ける。しかしその途上でルフィは鳥にさらわれ、ゾロとはぐれてしまう。やがて見知らぬ港町にたどり着いたルフィは、海賊道家のバギー一味に追われる海賊専門の泥棒ナミと出会ったのだ。バギー船長、港の空に何か見えます。大砲で撃ち落とせ。へい。泥棒女、海図を返せ。うわぁ、何、あー助かった。お、親分助けに来てくれたのね。あとは任せたわ。な、エネガーの女の親分か。盗んだ海賊返しやがり。なるほど、子分をかばったってわけか。
おかげで追い回す手間が省けた。はっけんなお前ら。ゴムゴムのやだ、俺は別にお前と組みたくねえ。それよりゾロのやつを探す。